よ、何見てんだ。今ミカサのこと見てたよな。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいついつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのなんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。ったく、対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよ、ジャン。ごめんなさい。私のせいであなたを傷つけてしまった。でも血が滲んでいる。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって。お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。